田原玄一郎は日本の実業家。東京都台東区元浅草にある広告物、製作業、株式会社田原屋の前代表取締役である。妻の田原恵子は同社の取締役。かつてはカーレーサーとして活躍。1963年の第1回日本グランプリでは国内スポーツカー B2 クラスにダットサンフェアレディ1500で出場し優勝する。 SCCN の初代会長であり、1965年以降は、日本自動車連盟内の、各委員会の委員、委員長を務めた。1995年にはその功績により、JAF モータースポーツ名誉委員の称号が贈られている。日本中央競馬会の馬種でもあり、社団法人東京馬種協会相談役を務めた。冠名の、浅草は、田原屋の所在地から取ったもの。 2005年には浅草田園が安田記念を制し、馬所となってから40年目にして、最初で最後の GI 制覇となった。2007年1月4日、廃園のため77歳で死去。所有していた競争馬と勝負服の服飾は、妻の稽古に引き継がれる。死去から約1ヶ月後の2月11日には浅草キングスが木更木賞を制し、後に、 菊花賞にも勝利している。妻の田原恵子名義の主な競争場は以下の通り、ありがとうございます。